もう原発はいらないと多くの国民が言っていたのに、どうしてこんなことになったの？みんな言ってるのは言論の自由を守ると、僕にはタブーがない、全部言いたいこと言ってます。なんで信じてしまったの？安全を越しやすい国を得ない、これ全部失った。250キロ圏内の住民は避難しなきゃ。僕も危ないじゃん。危ないんだよ。5000万人どこ避難すんだ。みんな無責任だよ。今みんなごまかしてる。国民の税金を使うってこと。こんな嘘をよく抜けなきゃと平気で言うなと。原発は保険入らないんだよね。事故起こったら自分たちで支払いできない。災害は忘れた頃やってくるって言うけどね、まだ忘れないうちにね、また原発かと呆れてんだよ。地方行政が再稼働に動く理由はお金。毎年3000億円以上がばらまかれている。原発コストはどんどん上昇。東電が福島に嘘ばっかりついてる。核燃料を取り出してどこか持っていくと言ってる。今ない。持っていくと悪くないよ。あれは僕は上場ないのにどこ持ってくるんだ。あれは騙された。腹立たしいという気持ちがあったよ。でもね、騙された私がアホやねんって歌あるだろ。改めざる、これを謝して、だからこう解放と原発ゼロしなきゃいかんって、やはりふるさとが大事でしょうと、仕方ないからって諦めないでもらいたい。計算書は計算違いしてるんですよ。これをあんまり報道されないで。王様の耳はロバの耳。久しぶりだ。